大変光栄に思っております。初老ジャパンの中の私は長老になるんですが、とにかく我々マイナースポーツですから、認知していただくことっていうのはすごく大事で、そういう形でネーミングしていただいて、皆さんの話題になれたというのは我々にとってはとてもいいことなので、引き続きぜひよろしくお願いいたします。